い、こちら RS 太一さんの E ヒートインナージャケットですね、襟が黒い2018年モデルになってます、背中と、お腹2つですね、ヒートパネルがついてるんですけど、インナーとしてはね割とこう肉厚のある素材なんですけど、全体的な作りっていうかねデザインがすごいタイトめにできてるんで、インナーとして着るとね非常に私なんかはね大好きなんですよねこれ。太一さんのジャケットって初めて買ったんですがすごく着心地がいいんで、ずっと着てたいなと思うんですけど、いかんせんねこの袖にね、ヒーターが入ってないんで、そこだけはねやっぱり寒いんですよね。けどこのジャケット着ていたいってことで、ちょっとカスタムしちゃいます。私ですね、太一さんのベスト、これ去年買ったんですけど、これを着ても袖の部分が寒いってことで今年こちらのジャケットを買ったんですけど、それでも腕のとこはやっぱり寒いんですよね。なので、ヒーテックさんとかジャケットをね買い直そうかとも考えたんですけど、私バッテリー2つと、充電器、それからバイクの方には車体電源もついているので、それを全部捨ててヒーテックを買い直すっていうのも悩みますよね。ってことでちょっといろいろ考えて、まずこのジャケットの袖の部分ですね、この部分に、電熱のフィルムヒーターを入れて、もともと入ってるこの太一さんのもともと入ってるヒーターから並列で電気を取って、ここの部分になんとか仕込めないかなということをちょっとやってみたいと思います。でですね、買ったのはですね、この USB 電源でなんか足元を温めるためのこういう布の中にね電熱線が入ってるっていう、フィルムヒーターとか言われてるやつで、Amazon さんでね買ったんですけど、 3.7V から 4.7V までで駆動するってやつですね。2枚セットで、650円なんで、この配線も全部ひっくるめてね、割と、リーズナブルかなって感じで、実際使うときはここも切っちゃいますし、このコネクタもなるべくスムーズな配線を考えて、つけるつもりはありません。これを、こう縦にですね2枚連結してやって、ここの部分を、並列でつないでやって配線を1本にして、つなごうかと思ってます。それで、これですね、あと高圧コンバーターですね、高圧レギュレーターですか、これはね、6.3V から 22V の電圧を、5V 3アンペアまで下げてくれるっていうやつなんで、一応安全のためにこれをコンバーターつけといた方がいいかなと思って買いました。太一さんのジャケットって、バッテリーだと 7.2V、 車体電源だと 12V ってことで、一応電圧が変動する可能性があるんで、一応ね 5V 3アンペア安定させておいた方が安全かなと。中国製なんであんまり高い電圧かけてね、なんか
7.2V を、あ、7.4 か、4V のとこに 12V の電流流したら燃えたなんてことになったら激ヤバなんで、一応こうコンバーターも一緒につけておきたいなと思います。はい、でですね、これが太一さんのジャケットの中身、まあベストでも一緒なんですけど、こんな感じになってますね。これが背中用、これがお腹用ですね。でバッテリー、あとスイッチで、バッテリーからこう来てスイッチを経由して、ここで3つに分かれて、それぞれの場所に行ってるんですけど、スイッチとその分岐の手前ですね、こうとりあえず、仮つなぎなんですけど、すべて、こっからプラスマイナスを分けて、コンバーターに行ってます。そしてここで、まあ仮つなぎですね、これもプラスマイナス分かれてこう来て、まあ、ここをここでも、並列につなぎました。なのでほぼ同等の、暖かさになるということで、今赤なんで最強ですね、一番あったかいやつにやってるんですけど、はい、あったかいですね、結構意外と期待できるぐらいあったかいですよこれ。太一さんの背中用って意外と、太い、熱線が入ってるんですけど、背中用とほぼ同等ぐらいの暖かさありますね。太一さんお腹用はね、いまいち暖かくないんですけどね、この段階では乗ってるジャケット着込んでる状態だとあんまり気にならないんですけど、背中用の方が圧倒的にあったかいです。それとほぼ、同じぐらいあったかいですね。これまともに仕込めれば、新しいジャケット買う必要ないなって感じですね。いいかもしれないですよこれ。これがね割とガサがあるように見えるんですけど、まあ普段ポケットにバッテリー仕込んでるのを考えれば、まあそんなに気にならないかなというところで、ひとまず仮つなぎで温めてみました。